Hello world, Greg here. Ever wondered what a brand new Japanese home looks like? Well, you're watching this, so I guess so. Let's go check one out. But first, we'll have one of our friendly neighborhood real estate agents introduce himself. 三新不動産販売の富田と申します。よろしくお願いします。購入者が多いのは 4LDK の車庫が一番多いんですね。Oh, right. What does 4LDK mean? L is for living room, D is for dining room, and K is for kitchen. 4 is the number of bedrooms. その中にはトイレが2つあって、主流としてはですね、LDK が広い物件が売れる商品の特徴という形になってます。Okay, now it's time to enter. Please meet our guide. 三新不動産販売の後藤淳一と申します。これはちょっと普通新しい 家ですか？新しい戸建て住宅です。一般的なお家ですか？一般的なお家です。Alright, I should explain the laughter. We were laughing a bit because John and I thought this was a bit more expensive than the average house, or at least what the average household could afford. この家はいくらですか？4580万円です。And we weren't wrong.These homes, which as of today works out to be about $400,000, are about $100,000 above being affordable for families making the median household income in Edogawa, which is a ward within Tokyo metropolis. 購入者のですね、平均的な年収はですね、300万円から500万円ぐらいの間が多いかと思います。But to be fair to Goto-san,It's fairly close to the average price of new homes I saw when touring around Edogawa. Anyways, let's get back to the tour. ここはカースペースになります。結構大きいワンボックスの車とかでも泊まるタイプですね。で、そちらの方の下上には街路灯があるんで、自分家の表札なんかつけてもらってもいいのかもしれないですね。で、こちらの方はインターホンになりますね。で、カメラ付きなんで上から誰が来たかななんて見えるかもしれないです。こちらの方は玄関になります。これは日本特有のものかもしれないですけど、こちらの方で靴を脱いで上に上がっていく。こちらの方はドアストッパーとなっております。ドアを開けた時に下からマグネットでくっついて壁が傷つかないようになるため。で、こちらの方のドアは閉めた時でもこれ歩いても邪魔になりませんよって。Sorry, if you've ever watched Japanese TV, that oh, sugoi is a pretty typical reaction. Something that might be surprising is that until recently, single pane windows were the norm in homes. But times have changed. こちらの方は1階のお部屋の窓になります。で、こちらの窓も特徴があって、ガラスが2枚。同じ窓でもこちらの方の窓はちょっと外からも中からも見えづらくなっております。それは隣のお宅からのプライバシーを守るために見えづらいような窓を採用しております。こちらの機能は24時間換気といいまして、押すと開くんですね。で、そうすることによって外からの空気を部屋の中に取り込むような形。自分たちが旅行とか行ってる最中でも空気を循環させるようにするようにつけたものがあります。で、また押せばすべて OK ですし、段階で少しずつやることもできます。 Now we're going to enter the second room on the ground floor. 1階のお部屋にはこういう点検口がついております。こちら何かと言いますと、これで開きます。で、開けてもらうとこちらの方から後でガスだとか水道の管が下に入っておりますので、こちらの方からメンテナンスを行えるように、人が入れるようにこういう点検口を設けております。 And here's the third room on the first floor. で、テレビのコンセントが一箇所、はい、で、こちらの方に移りまして、クローゼット、はい、で、東京のお家はですね、とやっぱり土地が限られているので、隣の家との幅が少し近いような感じになります。なんですけども、1階のお部屋はですね、防犯上こういうシャッターがついています。閉めてもらえれば大丈夫。1階、2階、3階、例えばこっちを開けても開かない。下が詰まってるから開きません。 As I was watching the demonstration, I thought the locks are nice and all, but are home burglaries even an issue in Japan? Turns out nope, they're not. Now let's peruse the last room on the first floor,
the restroom. こちらはトイレのウォシュレットの機能になります。男性用、女性用。水の強さ、弱さ、前、後ろ、方向ですね。それとこちらの方はトイレをし終わった後に流すような作業をボタン一つでできるようになっております。で、あと下の方にはトイレの便座があったかい、冬場なんかは助かりますね。あとは温水の温度、水の温度も調整できます。そういった機能になっております。 And I agree 100% that a warm seat on a cold day is gloriousespecially since central heating is virtually non-existent in Japanese homes. はい、こちらの方バリアフリーになっておりまして、手すりもついております。なんで老人の方とかも安心して掴んでいけるかなという形です。はい、こちら上がってきたら、こちらの方が2階のリビングになります。で、まあ見てもらえればわかる通り、こちらの方にテレビとかを置いてもらってですね、ソファーみんなで家族団らんのスペースとなっております。こちらの方はモニター付きのインターホンとなっております。こちらを押すと外からのモニターが、カメラが映ってるんで、誰か来客が来られた時にも顔が見えるような形ですね。そのまま外と喋ることもできます。 From my experience touring new houses, interphones are quite standard, but I'd say this next floor heating feature is not.こちらの方は床暖房となっております。リビングの真ん中のあたりをですね、足元を暖かくするようなコントローラーです。こちらの方は、ダイニングキッチンとなっております。まあ奥でお母さんが料理をさせて、で子供たちこちらの方で待ってて、姿ですかね、でもらったものを受け取ってこちらの方で食事をするような形。Ah, the good old image of the stay-at-home mom making meals for the kids. で、向こうの方全部見渡せるような形ですかね。ダイニングもリビングも。で、お子様なんかを見ながらこっちで料理できるからいいんじゃないでしょうか。こちらの後ろにはですね、まあ冷蔵庫を置いていただいたり、あとカップボード、炊飯器だとか、食器棚とか、そちらの方の置いてもらって、まあ自由に使ってもらっていいんですけど、食品庫だったりとか、でこちらのシンクの方を全部洗えるようにですね、こうシャワーで、こちらの中にはカートリッジが入っておりますので、今はシャワーですけども、こちらの方から普通の水道水で、このカートリッジを使った浄水器、下のガスレンジはですね、拭きやすいように全部こういうものも外れて掃除がしやすくなっておりますかね。はい、下のこちらの機能ですね、それぞれので、こちらの方でお魚をやってるような機能ですね。でそれぞれ温度なんかも設定できたりします。でお子様がここをしちゃうと危ないんで、そういった時のためのロックかけると下がりません。はい、As you can see, full-sized ovens are not usually built in, but sometimes you will see small dishwashers.キッチンにはですね、こういう食洗機というものがついてあります。いっぱい収納することが、こんなお鍋なんかを入れてもらってですね、キッチンの脇にはですね、こういったお風呂のリモコンがついております。でいちいちお風呂に行かなくても、こちらの方で全部処理ができている形です。 By the way, you need a control panel because the water heater is on demand and tankless.こちらの方がですね、洗面室となっております。もちろんこちらも水の方からお湯の方まで動かすことができます。で、こちらはシャワー。で、ここは三面鏡になっているので、こうしてもらえれば全体、自分全体が映るから。シーサロス、まあ、はい、見て。あ、映っちゃった。ごめんね。大丈夫。はい。こちらは洗濯機置き場となっております。ドライヤーはないよね、日本の。ドライヤーはここに挿す。あ、ヘアドライヤーじゃなくて、ランドリー、乾燥機はない。While there is typically no spot for a vented dryer, you can get two-in-one washer dryer models that don't require a vent and can fit in a space like that. その代わりこっちにあるけど、これダメ。こちらそのまま洗面室の方からですね、お風呂に入るような、ここにもキッチンの横と同じようなリモコンがあります。寒い日なんかは暖房をしても入ってもらって、暑い日なんかはこの涼しい風を押して入ってもらって、あとお風呂の中がちょっと湿気がたまるなという時は換気ですかね。それとあと洗濯物なんか、雨の日にはこの乾燥をしてもらえれば、そちらの方で
雨の日も対応できるかなとは思いますけど、こちらの方はお風呂となっております。お風呂はまあ日本独特かもしれないですけど、シャワーだけじゃなしに浴槽というものがついております。こちらの方はですね、お子さん、小さいお子さんなんかと一緒に入った時も広く使えるように、こんな形ですかね、半分座れるような形になっております。ここにお湯が溜まってですね、なんでお子さんなんかとも一緒に入れるんじゃないでしょうか。In case you didn't know, bathing with family members is quite common and normal in Japan. こちらの方はですね、お風呂のシャワーになっております。で、シャワーは立ってこのまま使ってもいいですし、自分が座ってるんであれば、ここで高さを調節して、このままでも大丈夫。はい。戻しといて。で、こちらの方でシャワーと、あとこの下にですね、もう一つ水道がついておりますので、桶なんかを置いてもらって水をためることもできます。浴槽のお湯を張ったりだとか、ぬるくなった時にまた温めてというようなボタンがついております。でこちらの方は細かい設定ですね。お風呂の床はですね、掃除しやすいようにもなっております。濡れたものが溜まって、ここでスクリューを起こして紙だと固まって、くるっと取れるような形ですかね。 In older bath units, the drainage area also goes under the bathtub. Thankfully, newer units seal off the bathtub, and there's only this one small area to worry about cleaning. はい、こちら洗面室の方からですね、こちらの扉はお風呂場となっております。こちらこれで入っていただいて、出てきた時にここにタオルなんかをかけて、I don't know if this is completely obvious, but in Japan, the bathing room is separate from the sink, which is separate from the toilet, so three people can use the area at the same time. 1階のトイレとは別にリビングの方にもトイレがついております。中の内容は一緒です。はい、リビングを上がってもらうと、今度は3階がありますので3階の方に向かいます。3階の廊下の部分にはですね、クローゼットがございます。こちらが3階のお部屋となっております。日本は家を建てるときにいろんな法律がありまして、その法律に守られて建ってるんで、ここの屋根の部分が部屋の中に少し出てきておりますね。はい。If we take a look at the outside, you'll see this land he's talking about. While houses can be built extremely close to each other, there are rules to ensure that each house can receive a certain amount of daylight sun hours.こちらのクローゼットなんかはさっきの1階のクローゼットと違いまして、ウォークインのクローゼット、ライトもついております。3階のお部屋からはですね、こちらのバルコニーに出られるようになっております。バルコニーの方では物を干したりだとかすることも可能です。各お部屋とですね、階段だったりキッチンだったりっていうところにはそれぞれ感知器がついております。こちらのお部屋の上についてるのは煙の感知器ですかね。よいしょ。頑張ろうよ。これでテスト。こちら3階のお部屋はですね、まあお部屋全部そうなんですけど、鍵がついておりません。はい、日本ではですね、鍵がついてるのはトイレとお風呂だけなんですね。まあ、お部屋とかもプライバシーとかもあるとは思うんですけども、まあ、家に住まわれてるのは家族だけということで、お子さんとかが部屋に閉じこもったり しないようにですね、鍵は基本的にはついておりません。日本の家は建てる時にいろんな法律だとか設計だとかを元に建てられております。で、家の強度を守るためにですね、ここのところは広い空間にしてるんで、壁とかを持たせるような形でですね、こういった家の角に4箇所部材が出ております。まあデザイン的に見てもちょっとはおしゃれなんじゃないでしょうか。バルコニーにはですね、物を干す洗濯物干しがついております。まずこれで高さを調節できます。これで水平です。上に上げたいときは高さもできる。下にすることもできます。この3段階で調節で使わないときは閉まっておきますね。While we previously saw that the bathroom has a heater fan built in, the most common method for drying clothes is still to hang dry them outside. As such, balconies are a standard feature.
日本のですね、こういう外壁はサイディング材というものを使ってます、まあ、火事があった時なんかも燃えにくかったりすると思います。で、まあ、壊れるようなことはそうそうないんですけども、太陽の日の光が強く当たるような部分は色が変わってしまうことがあるんですね。そういった時は上からまた塗り直す、はい、あとこういう目地の部分ですね、亀裂のところが入っちゃうんで、こういうところは少しメンテナンスは必要になるかなと思いますけども、結構長く15年くらいは持つようなものになっております。こちらの窓は網入りガラスとなっております。この中の部分のところにこういう網状のものが入っております。火事が起きた時に熱で割れてガラスが外に飛び散るのを防ぐため。To complete the tour, let's check out some outdoor features. 外にはですね、こういった散水栓というものがついております。で、開けてもらうと中から水が出るような形ですかね。はい。ホースをつないでもらえば、ここで車洗ったりとか、はい、できます。こちらの方はですね、水道のメーターになっておりますね。はい。大元の水道がここにありますので、これを開いてもらえれば水道が使えるようになります。こちらの方はですね、ガスのメーターになっております。で、上の方は電気になります、はい、こちらには2つ缶があるんですけども、1つこちらの灰色い方の缶はトイレだとかお風呂だとかの、はい、汚水を流すような形の缶になります。で、外には出てきてるんですけど、それなぜかっていうと匂いが上のとこからですね逃げるように、あんま外に出しても下の方だと匂いがしちゃうんで、上で匂いが逃げるようにですね。もう一つの白い缶はですね、こちらは屋根だとかそういうところから伝ってくる雨、はい、なんかを集めて、そのまま敷地内の下水の方に流すような形になります。で、地中でですね、下水の缶とつながっております。 Oh goodness, we didn't take a look at the backyard. Here you go. Okay, it's fairly non-existent. It's not that houses in Tokyo don't have yards, but due to the price of landOnly the wealthier can afford it. Still want more housing videos? Well, whether you want them or not, there's more and more and even more coming. First and foremost, thanks to the realtors at Sanshin for organizing the new home tours. It was fantastic. And thanks to all those on Patreon for supporting these videos. As always, much appreciated. Many thanks to my nephew and wife for the language translations. Oh yeah, John, thanks for interpreting for me.But let's be real, your biggest contribution was being a portable light stand, but you were a very good one. His channel is only in Japan, and he's got some fun vids, so all you watching should check them out. And thank you, dear viewer, for watching. What are new homes like where you're from?